こちらは2連タンクによる佐竹スーパーミックス HS100 インペラと HR100 インペラの組み合わせと、従来の6枚フラットタービン2段による気液攪拌の比較実演をしております。翼型が同じインペラを使用し、使用動力を同一した条件での比較運転です。さらに HS100 インペラには佐竹スパジャーを採用しております。こちらの6枚フラットタービン2段は翼背面に気泡だまりが形成されるため、先段流動作用が低下します。そのため気泡径が大きく、気泡が槽内全体に分散されず、槽底部や翼管に気泡が少ないことが確認できます。一方、こちらの佐竹スーパーミックス HS100 インペラと HR100 インペラの組み合わせは、6枚フラットタービンに比べ小さい気泡が槽内全体に分散しているのが確認できます。加えて流動も良好であるため、ガスホールドアップが高いことも確認できます。ここで HS100 インペラの特徴を簡単に説明します。気液攪拌において液流動化作用と先段破壊作用を分けた優れた特性を持つ攪拌翼です。翼背面に気泡だまりがほとんど形成されず、液流動作用の著しい低下がなく、通気時の動力低下が抑制できるため、モーターの動力を有効に使用することができます。かき上げ、かき下げの揚力を利用して流れをよく先端に集中させ、大きな突出場の相対速度差を利用することにより強い先端ガス分散を発揮します。槽の液芯が高い場合などは、高突出軸流翼型 HR100 インペラと組み合わせることにより、総合的に極めて効率的な槽内液流動化作用および先端破壊作用を発揮します。従来から気液攪拌に使用される6枚フラットタービンと比べ、約 65% ダウンの低い動力数を実現します。また約 27% アップの高いガス吸収性能が得られます。佐竹スーパーミックス HS100 インペラと HR100 インペラプラス佐竹スパジャーの組み合わせは、気液攪拌において効率的な攪拌効果を達成いたします。次に2連タンクによる沈降防止の比較実演です。佐竹スーパーミックス HR320 インペラと HR320S インペラの組み合わせによるスラリーの攪拌を、従来型の4枚ピッチドパドル2段の場合と比較しています。こちらです。使用動力を同一とした条件での比較運転で、同量のガラスビーズを投入してあります。槽内の流動状態をガラスビーズの動きから観察すると、4枚ピッチドパドル2段は槽底部にガラスビーズが停滞しています。一方、 HR320 インペラは独特な全身翼折り曲げ構造の翼形状を採用しており、高突出流かつ軸流のフローパターンの実現より、槽底部にガラスビーズの停滞がなく、各翼がそれぞれ邪魔をせず突出流が槽壁に沿って上昇、ワンループの大循環流を形成していることが確認できます。ここで HR320 インペラの特徴を簡単に説明いたします。軸流フローの実現より、タンク底のスラリーだまりを解消します。 HR320 インペラは従来の4枚ピッチドパドルと比べ、約 62% ダウンの低い動力数を実現します。そして約 35% アップの突出流量を得られます。HR320 インペラは低動力の優れた突出性能より、スラリーの沈降防止のみにかかわらず、さまざまな攪拌操作においても従来の4枚ピッチドパドルより優れた攪拌性能を発揮いたします。また HR320 インペラは攪拌翼ボスと軸が一体化しているため、据え付け時は攪拌機取り付け座からボスと軸を一体で挿入できます。従来のパドルに比べて攪拌性能と同時に据え付け時の作業改善が図れます。